皆さんこんにちは、レーシングライダーの菅井義行です。今日は5月25日ツインリンクモテギで全日本選手権の第3戦が行われた、レースが終わったパドックになります。レースの報告は後でするとして、まずは自分の目の前にあるオートバイを紹介します。こちらドゥカティの 1000cc の、ドゥカティ999というオートバイです。これはですね、全日本選手権のプロモーションで行っているサーキットを2人乗りで走行するスーパーバイクエキスペリエンスというイベントで使われているオートバイになります。まあ、サーキットでレースをする場合、オートバイをレース用に改造します。このオートバイはサーキットで2人乗りをするために、改造が施されています。目立つところではこちらタンクにね、後ろのライダーの方が、捕まるハンドルがついていたり、まあ、シートが、広くなっていたり、また後ろ回りがね、2人乗りの大きな荷重に耐えられるような改造が施されています。サーキットで2人乗りをする、まあ、サーキットで走行しますから当然スピードは、200キロ以上ね、2人乗りでも出すことになります。また加速する場合に、まあ、ウィリーといってフロントが上がって一輪車状態でね、走るような状態になることもあります。まあ、そういったことはですね、このイベントの趣旨としては、まあ、後ろのライダーの方を怖がらせようとか、または周りの方をびっくりさせようとか、まあ、そういったために行っているわけではなくて、このイベントの趣旨としては、サーキットレーシングライダーが走行している目線で、コースを後ろに乗っている方に見ていただく、あとはレーシングライダーがサーキットでどんなオートバイの操作をしているのかというのを後ろに乗って体感していただく、まあ、そのことで、レースの理解を多くの方に広めると、そういった趣旨で行われているイベントです。2007年から全日本選手権でこのイベントは行われていて、今年で8年目になります。一貫して私とチームでこのイベントの運営の方を行っています。今まではね、あの後ろに乗られる方のご協力もあり、一度も転倒とか事故とかそういったこともなく行われております。後ろに乗った方からは、他にない経験である、まあ、サーキットですごく貴重な、オートバイのね、レーシングスピードで走る、ことが理解できた、またレースをやるサーキットの風景が見えて楽しかったと、まあ、そういった、言葉をいただいています。まあ、今日はですね、あのイベントを行ったんですけども、当然自分もレースに出ています。ですからレースの合間にこういったイベントを行うことは、自分にとっても自分のチームのスタッフにとっても少し、手間にはなるんですね。手間にはなるんですけれども、まあ、実際そのサーキットでレーシングスピードで後ろに乗って、走るという機会はそうあるものではないのです。こういった、レースのプロモーションの貴重な機会を、よりたくさんの方に理解していただいてレースの魅力を伝えたいと、まあ、そう考えて、グッドイベントの方を行っています。でこのイベントはですね、あの福島県の二本松市にあります奥の松市場という、造り酒屋、そちらがスポンサー公演となってこちらのイベントを行っております。福島県の二本松に、奥の松市場はあるんですけれども、3年前の東日本大震災で、自社も大きな、被害があったそうです。まあ、そんな中でも、モータースポーツ振興のために、ロードレースであるとか、まあ、こういったイベントの協賛の方は、変わりなく行っていただきました。またあの支援活動に来られる方、また多くの被災した方々にも、多種多様な支援を行っていたそうです。まあ、そういった企業はね、あのこのイベントの、価値を認めてくれて、協賛して皆さんたくさん多くの方に、乗って体感をしていただいています。今後も、続ける予定ですので、ぜひ全日本選手権に来た際は、このイベントの方にも注目していただけたらなと思います。はい、さてですね、今日はですね、レースの報告になりますけれども、結果は13位で、終了しました。もちろんもっともっと、上位を目指していますけれども、今回は、去年から比べれば、だいぶ手応えのあるレースになりました。まあ、昨年からね、全日本でフル参戦してます、パニガーレ、昨年はトラブルがあったりいろいろ迷うこともあったんですが、だんだん、前回のオートポリスから今回へといろいろ発見があったり、マシンの、ね、調子がだんだん上がってきている、状態です。もっともっと上を目指してね、今年戦っていこうと思っています。次のレースは、宮城県村田町にあります菅生でレースが行われます。私は仙台が地元ですから、菅生のレースは自宅から通う、ことになります。普段レースは遠征しますから、ホテルからサーキットに通う、まあ、いろいろその、ね、その時に生活に少し不自由を感じながら、まあ、レースに行くということになるんですけれども、まあ、地元の、ね、菅生で行う場合は、自宅から通うという、ね、全く、不自由のない状況で、レースに臨めるというのが、
大きなポイントかなと思っています。またスゴーはね、自分がレースをやりだした時から、ずっと走ってるコースですから、まあ、隅々まで、自分しか知らないかななんて思うようなことも、いろいろありますから、まあ、そういったところをね、レースの結果で有利になるような、ことに向けられたらなと思っています。次回のスゴーはですね、セミ耐久という形で、行われる、レースになっています。まあ、通常のレースですと大体30分から40分ぐらいの決勝時間の決勝レースの時間になるんですけれども、今度のスゴーは、120マイル、距離にして200キロ、1時間以上の、走行時間になります。長丁場のレースになりますから、当然ガソリン補給のためにピットインしたり、タイヤ交換があったり、まあ、長い、走行、順位の争いの中でね、いろいろなね、ドラマやハプニングがあるかもしれません。またピット作業のね、面白みなんかっていうのもあるレースになります。先ほど少し触れましたけれども、宮城県はね、大震災で大きな被害があったところです。ぜひ全国の方から、宮城県に来て、まあ、被災地支援の気持ちを少し持っていただきながら、宮城県に来ていただけたらなと思うところもあります。ぜひその、一つとしてね、来月行われる、スゴーで行われる全日本選手権第4戦の方に、足を運んでいただけたらと思います。まあ、皆さんにね、ぜひいい走りが見せれるよう、自分の方も、準備万端で迎えたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。